この画角ということは、すっぴん、すっぴんということは、はい、そうですね、メイク配信でございます。少しね、お待ちくださいね。さっきまでお料理作ってて、お料理っていうのか、あれはもう白菜切ってきのこと肉をぶち込んで鍋を、ね、作ってただけなんですけど、なんかずっと忙しくてお料理できてなかったから、ちょっと簡単なやつからリハビリしようと思って、今日久しぶりにお料理をしてたんです。はい、全然自炊できてなかったんですよね。やっぱ忙しいと、まあ、現場行けばお弁当もらえるし、もう帰ってきたら疲れて寝ちゃうだけみたいになっちゃったりとか、あとは食材がね、次の日余っちゃうっていうのがすごい、もともともったいないなと思うので、ちょっとやってなかったんですけど、鍋をね作りました。ご諭吉ぐらい出すので送って、そんなね、高級料亭みたいなね味じゃないから、私が作ったってことにより付加価値がついたとて、そんなに高くはならないですね、絶対に。付加価値もつかないだろうし、私ごときに。鍋焼きうどん作ってた？本当、鍋焼きうどんもね、季節ですよね。もうそろそろ、もういい時期だよね。鍋とかそういうなんかさ、何そういう系の温かい料理。そりゃさ、みんなのところにさ行ってさ、ちょっとキッチンお借りしますねって言ってピャーって作れるんだったら、なんかそれはね、特別料金みたいいただくかもしれないけど。温かいもん、どうした、旅人なの、旅に出てる。そう、でも久しぶりにリハビリだと思って作ったら、なんか鍋がね、お鍋の取っ手の部分がガポって外れて、で、もともと外れる様式なんで、も使い方わかんなくて、どうやって作るのこれって思って、鍋の取っ手がないまま鍋だけで一応もう調理をして、でもガポって外れたままなんだよね。どうやったらつくんだろう。ちょっとまあよくわかんないんですけど、取ってないのはやべえでしょ。やばいなと思いながらやってて、私だってなんか暗いなと思ったらこれだわ。ちょっと待って、
ごめんごめん、ごめんごめんごめん、一瞬止まったね。どう思いますか、こんなけなげにお料理をして。誰かもらってくれ。ちょっと下げるね、コード。だってさ、なんか一人でさ、そういうさお料理を作ってさ、まあ一人で食べてさってやるわけじゃないですか。そしたらなんかやっぱ寂しいなって思うわけで、昨日も配信できなくて、その前の日も配信できてないから、結構久しぶりの配信なんですよね。なんですけど、あのここからは結構できると思うから安心して。それでなんか久しぶりの配信で、なんかみんなもなんかみんなと一緒に食べたら寂しくないかなと思って。一人寂しいですよね。いや寂しいよ、寂しい。なんかずっとさ、なんかもうご飯もリハの時からメンバーと一緒に食べてたからさ、なんか最近10月はね、余計になんか反動ですごい寂しくなって、人がなんか寂しいなと思って。私もともとそんなに人間好きじゃなくて、一人の方が好きなんですけど、なんかね最近寂しいっていう感情をね今取得したんですよね。なんかずっと人といたからなのか何なのか分かんないけど、一人で過ごす時間に違和感が生まれてしまって、あ寂しいの、寂しいってこういうことか、また一つ学びました。本当に少しだけですけど、ひなたとディズニーに行って、しかもめっちゃ久しぶりにランド、もう1年ぶりとか、もう年パスあった時は毎日行ってた、ほぼなんか1週間に何回も行ってたし、青春高校やってた時なんて青春高校終わってから舞浜向かってることもあったぐらい、あのだったのに、年パス廃止なんで、廃止してるんですよね。なんかもう本当に1年ぶりぐらいにこの間ね、ひなたとディズニーに行ったんですよ。そうで、あの開演時間がすごい短いっ
日だったので、っていうかもう今あれなのかな、縮小でほぼ毎日その時間に閉園してると思うんだけど、もういつもよりは断然に短いで、なんか日向と行って何のアトラクション乗ったぜよか、なんか語尾大丈夫それ、時代間違えちゃった、なんかねあれに乗りました、あのプーさんのハニーハンと、あとベイマックスのやつ、ベイマックスのハッピーライド、ハピネスレベルが上昇しましたってやつね。そう、それに乗ったんです。めっちゃめっちゃ楽しかった。あと何乗ったかな、ビッグサンダーも乗った、ビッグサンダーマウンテン乗りました。あとは何乗ったかな、でもちょっと前に実はねゆかぴこともディズニーに行ってるんだけど、ゆかぴこと行った時はスペースに乗って死にかけたっていう、この話したっけ私、してないよね。なんかノリでスペース乗るって言ったら、乗ろうよって言われて、でも私乗れないんですよスペース。でもガチで言ってるって言ったら、乗ろう乗ろうみたいな。でゆかちゃんってなんかそういうの好きじゃないと思ってたの、だからなんか乗ろう乗ろうって言われて、待って待ってみたいな、ガチで乗るのって言ったら、乗りたいみたいなって、でもゆかちゃんは乗って3秒後になんで乗ったって言いながら叫んでたんだけど、もう私案の定三半期間死んで、もうずっとフラフラで気持ち悪かったんですけど、いやもう本当に頭おかしいよね。なんで乗った、私一番苦手なんですよディズニーの中で、あのスペースマウンテンとレイジングスピリッツだけは本当に乗れなくて、センターはね頑張ればいけんのだけど、なんかもうなんだろう、腰にくる、腰もともと私悪いんですけど腰にくるんですよ。だからあのあれもスペースマウンテンも全然こう得意ではなくて、というか苦手で普段絶対に乗らないんですけど、もうゆかちゃんがなんかディズニー楽しいねみたいな感じで可愛かったから可愛かったからそれに乗せられて乗っちゃったんですよね。でその後なんかスプラッシュも乗りたいって、もう三大マウンテン制覇しようとしてて、いやスプラッシュスプラッシュはさ濡れるじゃんって言って、もうそのあとさ濡れたら寒いわけ、もうその時気温低かったしね割と、だから寒いから嫌だっつってスプラッシュだけは回避したんですけど、スペースはもう回避できなかったですね。ゆかちゃんがノリノリだったから行くかっつって、でも日向と行ったのは、日向とはねベル乗りたかった、でもベルはなんかもう入った時にはあのスタンバイパスが終わっちゃってて、
そうでなんかあ乗れないねって言ってベイマックス乗ったんですけど、あのでもスプラッシュは全然センター乗れればもう何の怖いこともないっていう。センターオブジアスが一番落ちる落下角度が確かすごかった気がする。センターが一番しかも長い。あのさ協賛がさなんだっけ日本生命だっけなんかどっかのなんかなどがすごい怖くて私それで乗れないんですよね保険会社だった気がする。なんとかプレゼンツみたいなのあるじゃん。そのセンターオブジアスってその前そのアトラクションの前にでっかくお経さんのやつの名前が書いてあるんですけどめっちゃ怖いんですよ。あれがなんか怖くてちっちゃい時から乗れなくて。そう第一生命だマジで怖いよね。乗ったことありますよ。でも私あれなんです、あのプロレスでその左首を痛めてからその左首と腰に来るのは乗らないって決めてて「デカデカ」と赤い文字で、うん、書いてある。なんか私最近ちょっとやばいことに気づいてしまったんですよね。全然ディズニー関係ないんだけど、えなんかやばいことに気づいてしまった。え言わない方がいいかな。やばいことに気づいちゃったんですよ。多分ですよ、多分私あれですね、ま、アニメのキャラなんだけどあのメガネかけてる人に弱いですね。はい、知らねえよって思ったでしょ。いや違うんだよ、メガネかけてる、しかもあの眼鏡かけてる言わない方がいいかなちょっともう今迷ってるんだけど、あなたの推しは一人もかけてない。いや違うんですよ、新しく推しができてしまって。でまだ言わない、まだその推し面は誰かは言わない。まあ調べたらすぐ分かんだけど、眼鏡かけてる人好きなんですよね。男性はなんか知的に見えません？なんかいやメガネじゃなくてコンタクトが似合うっていう人もいるよ。だけどメガネの似合う人が好きですね多分あー誰かに悪口言われてる
しゃみが出た。しゃみありがとうございます。助かる助かっちゃった。くしゃみして助かるのすごいね。くしゃみって助かるってすごくない？くしゃみ助かるっておもろいね。かっちゃんに似合うメガネ教えてもらいたい。なこと言って、私でもねあれですよ、この間の皆さんにいつも経過報告をお伝えすると、あのファンの身辺調査をね私してたんですよ。それで、まあ、何人かその身元が確認できない人がいるということで、いろいろとね、ツイートなど掘らせていただいたところ、見つけました見つけました。この間ね言ってた方ですねのアカウントは見つけたんですよ。ビスコさんね。で見つけたよっていうのをみんなに知ってもらうためにそういいねしたんですけど、カゴツイを見ました逃げていや本当にカゴツイをねちょっと掘らせていただいて、いいねをして見つけたよっていうことをねみんなにねこう暗に言ってたんですけど、さすがすぎる。いや見つけたんですよ。ただねやっぱねこのレイって人が見つからなくて、ちょっと教えてよさすがに早かっただろ、私特定班になれるわちょっと待ってね、特定班になれるかもしれないって思ってきた。だってじゃないとあんな速さで見つけられないもん普通の人は。探偵事務所やろうかな。あ、これ例で読み方合ってます。しかも大丈夫ですか、合ってますか。とゆかちゃんの卒業シリーズが落ち着いたら今日もちょっとリハしたんですけど、あのハロウィン、オクラバセハロウィンやろうかなと思って。いや肩痛い、いえ
のさ、皆さん今あの両手間隔開けて、あの人がねいないところにいますか？広い場所に行けますでしょうか？ちょっとおすすめのストレッチをこう今日もあれしようと思って、いやでもそのストレッチじゃしながらその話するね、その見つけアカウントを見つけた話。はい、じゃあちょっとこういいですか、手を広げていただいて、でこう後ろで組みます、後ろでこう組んで肩甲骨をこう締めるイメージでこうやります。で前にこうかがむんですけど、これがねめっちゃ肩が痛いんですよ。もうこれやってください、ぜひ。凝ってる人とか巻き型の人はこれ定期的にやらないと死にますやってみて、今これ肩痛いでしょう、ね、こうやってこうやってこうやってやるんですよ。これがめちゃめちゃいいっていう、効くっていう、効くでしょ。背中つった、いや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 大丈夫そんなに上がらない。あとこれね、このこれはここを伸ばすストレッチなんですけど、肘をこう頭の上でここで持ってこうやってやる。でできればその伸ばした方と反対の方にこう反ってあげるといいんですけど、バキバキって言ってんだけどそう、これめっちゃ効くんでやってください。なんかちょっとデスクワーク疲れたなとか、携帯見すぎてたなとか、猫背になってたなって思った時にこうやってやってあげると いいですよ。はい、そうで見つけたんです。だから皆さんもあのアカウント特定してますからねっていう。これ毎日する、いや毎日した方がいい、本当に。ちょっと私鍋食べるね、はい、これさ箸焦げたんだよね、ここ100均のやつ箸が焦げました。マジでリスト作って、作ってますよ。そう作ったの、ちゃんと豆腐も入れて。辛い鍋ですよ。でも私が作ると全部辛くなるので
辛いの甘い、いやいや私そんななんかバカみたいに辛くはしないけど、あの喉がね死ぬから柔らかめの辛さで作りました。はい、一緒に食べて、え、皆さんご飯食べました？もう何かずっと食欲がねまたなくなってて食べれないって思ってたんですけど、何かショールームしながらだったら無理やりにでも仕事って思えば食べれるので、ロケとかだったら食べれるからっていうことで頑張ったんです。チャーハン食べました。いいですね。チャーハンはね私ね失敗してから二度と作らないって決めたんです絶対にチャーハンじゃない何かが出来上がったんですもん。だって多分ねウスターソースだっけかなんかの配分を間違えてしまって、そうチャーハンはもう失敗したから二度と作らないって決めたんだチャーハンはパラパラ派、そりゃそうよ。リカちゃんのショールーム見ながらわらわら飲むのが一番楽しいっすよね。そうよかったねよかったね。わらわらの位置がちょっと気になったけど、まあ、飲んだ後のテンションで見るのも飲んだ後なんだもん。早くないか？まだ7時だよ。早くないか？え、飲みながら見てる人いるの？待って待って、それさいいの？この時間に一人で飲んでるの？一人で？最高のつまみを一人で飲んで
ワイも飲んでる。今新潟で一人で飲んでる。圧倒的一人率。いやそりゃそうだろうけど。起きたらショールームやってた。いらっしゃいませ。でもさ、お酒、そうか、まあ飲むよね、一人でね。2割は恋愛禁止だ。いやそうですよ、なんか既婚者もいますけど。でも私既婚者も好きですから。え？え？え？でも本当に既婚者っていいよね。え？え？え？どうした？みんなどうした？既婚者もいいですよね。気まずい発言で。いや既婚者もいいですよね。いやいいですよねって言ってるわけですよ。いいですよねって言ってるだけですよ。あらららら。まいった。はい、ここ切り取ったらダメ。あ、そっか、金賞さんはね既婚者ですからね。そうですよね。そう、いいと思うのは自由だ。それからどうこう ねしようなんてことは思ってないですから。はい、いいよねっていう。でもさ、あ、そう考えたら確かにメガネの既婚者いいよねっていう。大人の男が、そうなんです、そうそうそう、そういうこと、そういうことだ。大人の人がいいなって。俺か。賢章さん、賢章さんメガネしてたっけ。そっか、してたか。確かに。で、いいですよね。メガネの既婚者だと好みに。メガネの既婚者っていう響きやばいね。いやでも、いや違うんですよ、彼女持ちとはまた違うんですよ。そのなんか、なんて言うんですか、セクシーな感じが。苦労してきて疲れた感じ。いやなんかやっぱ、じゃあ例えばね、会社の先輩でのメガネの既婚者がいたとしよう。でなんかこう、私スーツも好きだから、こうスーツを脱いでこうやって
ソファーにかけて眼鏡をこうやって外して、はぁみたいな、疲れたなみたいな、それがいいですよくないですか、よくないですか。あ、こぞっちいる、ちょうちょうさんお疲れ様ですって。え、どう、パパ活臭い、いやパパ活じゃないんだよな、ないんだよな。いいこと聞いた。そのギャップっていうかさ、いつもしっかり者みたいに思うじゃないですか。やっぱちょっとなんかメガネしてる方って知的に見えてこうなんかしっかりされてて、でなんかでも蓋した時にそのメガネを外してこう休んでるみたいな、それそこにそっとお茶を出したい、そんな OL になりたい気持ちだった、そんな人生だったはい、ちょっとスーツ着て脱ぎますね、そのスピード感だと郷ひろみみたいにならない、こうならない、こうならないね、そのスピード感だとね、その文章のスピード感だとね、少し痩せるように言ったでしょ。いやいや違うんだって、違うのよ、いや違うのよ。でもいやだからいやわかる、で理科はさエロい秘書とかになりたいです本当に何エロい秘書って何らかの作品を見たかのような口ぶりなんですけど、私そういうの見てないですからね。違うんですよ、何らかのね作品をね。いや違う違う本当に、いやもう喋れば喋るほどだなこれ、どうしたらいいんだろう。違うんだって本当に、みんな聞いてくれ、一回落ち着け、一回一回落ち着いて、違う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 、アイドルでそれ言えるの姫だっけ。いやいやそいや違うんですよ、みんな落ち着いて一回、違うんです。墓穴を絶賛採掘中。いやそうなんですよね、全力で墓穴を掘っていくスタイル。でも秘書になりたいなって思う。でその社長とかその仕えてる秘書やってる人のねこうとちょっとなんかそういうそういったことがあるやもしれぬぐらいの LINE で止めたい。何の話ねえねえ何の話？いや顔白すぎじゃん。顔白い？でも別に変わらないですよ。手が黒いだけで手が黒いだけで。このこういうとことかもちゃんと白いですから、ほら、あ、あ、そういった釣りではないですよ。今のは完全に違うんですよ。あ、あ、違うんです。
聞いてください、私の話を。一回みんな一回落ち着いて聞いてほしい。メガネの既婚者っていいよね。そう、そういうこと、まとめるとそういうこと。奥様がいらっしゃるのにダメです課長みたいな、そう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 、そう。いや違う違う違う、奥様がいらっしゃるのになんて言いませんよ、そんな野暮なことは。え、私がそういった立場になったらってことですよね。もうそんなの言いません。そんなの言いません。奥様がいらっしゃるのにとかなんて野暮なことは言いません。ただ笑顔で、ただよろしいんですかだけは言います。はいはい、これですね、これです。何の話？何の話なの？いや違うやん、違う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 、そうじゃ、そうじゃない。見てる、見てない。いや、じゃあこれガチで見てないの、ガチで見てなくて、何が言いたいかっていうと、だからメールの既婚者っていいよねっていう話ですよ。そう、離婚しなきゃよかった。いやでも、いやメガネっていいよなって思ったんですよ、ふとね、ふと。なんか斜め前の席の先輩が会社のね、こう残業してて、で私もこう資料作んなきゃいけなくて残ってて、なんか「はあ」って言ったら、斜め前の席からも顔は見えないんだけどね、こう置いてるからパソコンとか、それでなんか「大きいため息だね」って言われて。え、聞こえてました、すみませんって言って、こう、いやでも俺も疲れたなって言って、こういつもしてるメガネを取って、こうやって伸びをするんですよ。伸びをしたらちょっとさ、いつもより座高が高くなるじゃないですか。そうするとやっぱ見えるんですよ、この資料の隙間から。いや違う、今これ私の理想のねやつね。で、いや私は一後輩で、まあずっと好きだった先輩が昨年にその結婚したと。それでまあなんか寂しい気持ちで、今まで1年間過ごしてきて久しぶりに2人で残業だなってちょっとまあ意識はしてると、そういう設定ね。そういう設定ね。それでまあこう「奥さん元気ですか？」ってこう喋ることも、なんか疲れたなって言った後にちょっと沈黙が続いて気まずかったから、資料作ってる手を一瞬止めてね、奥さん元気ですかって聞くわけですよ。そしたら、あ元気だよって言って、この間ね、家族でっていうか、その奥さんとどこどこに行ってねみたいな話をし始めるわけです、先輩が。
それをちょっとまあ聞かなきゃよかったなって思いながらこう資料を作り始めるんですよまた。いいでしょこれ、このなんか、でなんか丸々さんは最近好きな人とかいないのって聞かれて、その奥さんの話がひとしきり終わった後ね、ちょっと待って、一回気になったから言っていい？リクソーヤさん、ゆうなちゃんのこと狙ってる？やめてね、本当に近づかないで。ゆうなちゃんと並んでる、わらわらって今すっごい関係ないのに、そのコメントちょっとキモいからやめて、やめて、私のゆうなたそだから、そう、なんかそういうなんか変な感じ出すのやめてください、リクソーヤさん、やめてください。ちょっともう気になっちゃった、びっくりして今。なんで急にゆうなたそのことを指名したの？ゆうなたそ逃げて。ほらゆみちゃんも言ってる、わろた。狙われてるよ、ちょっとリクソヤさんに。逃げて、全力で。別に並んでたっていいじゃん、別に。ちょっと話の続きをね、申し訳ございませんけど、やばこの人マジで。で、あの、で、あの、この人は本当にやばいんだけど、その話じゃなくて、どこまで行った？あ、そう。で、最近どうなのって聞かれて、いや、私はもう全然ですよ、みたいな。で、ここでもぶっちゃけちゃおうと思って、なんか、いやでも、いや知ってました先輩って言って、私ずっと先輩のこと好きだったんですよみたいな、なのに結婚しちゃうし母みたいな、ちょっと冗談っぽくねこう言ったんですよ先輩に。そしたら先輩がこうやってこの伸びをした後、資料に戻ってた手が止まって、でちょっとしばらく音がしなくなると、先輩って言ったら横にいると、ごめんね、もしかして変な気使わせてたって。言われて、いや気は使ってましたけど、でそこでまた沈黙が流れると。沈黙が流れると、そうタイピングのね音が止まって、そしたら横の席にね座って、こう変な気使わせてたかなみたいな、気は使ってましたけどみたいな、えそっかみたいな、気づかなくてごめんねみたいな感じで言われて、いやいいですよもう今更そんなみたいな。でそこで自分もこう気まずいけど、今までこう見てなかったの、先輩が横に来た時恥ずかしいからね、でもこう勇気を出して見るんです先輩のこと。でちょっと涙目で、もう遅いですよねってそれだけ言う。回れ回れメリーゴーラン、もう消して止まらない。ファーわーやばい。遅いですよねって言ったら、先輩がちょっとこううつむきながら、どうしようかなってちょっと困った顔しつつ、俺目悪いんだよって言って、再びこうメガネを取って、今なら見えてないよって。最
最高だ。この小説どこにありますか。この小説どこにありますかって聞いてるんです。秋元さん書いて。いけない恋のやつそれ書いて。今なら見えてないよって。声出た。天の際だわ。シラフでこれだろ、こうやってメガネ取って、目悪いんだよ。だからちょっと涙目だったから、知ってますよって言って、こうやってどっちもうつむいて、でメガネ取ったから今なら見えてないよって言って、こうね始まってしまうと。ないしょ、こうやったこと誰にも話しちゃダメよ。で、まあね、この流れでいくと、まあ接吻でしょうね。はい。この流れでいくと、そのでもう後輩側はびっくりしてるわけですよ。えみたいな。えみたいな。頑張ってるから、頑張ってたからご褒美ってことでみたいな感じで自分の席に戻っていくんですよ、先輩が。いやずるいですよ先輩それは、みたいな。で追いかけるわけです、こうね。で資料あとどのくらいなのって言われて、もう15分もやれば終わると思いますけどって言ったら、じゃあ一緒に出ようかって言って、いやずるい男ですよそんなやつ。で外雨なんでしょ。いやあいあい傘だとさすがにもう外も歩くからバレちゃうじゃないですか、そのね、奥さんの知り合いに見られてても困るしみたいな。そうで、なんか奥さんいいんですかみたいな言って、なんかいやーこの時間はもう寝てるんじゃないかなとか言ってね、まあ、残業してたし遅い時間まで残ってたんでしょうね。でもそしたらパチッて急にそのオフィスが自分たちのテーブルの上のとこだけ電気ついてたのに、急にオフィスがパッて明るくなるんですよ。えって言ったら、あーごめんごめん忘れ物しちゃってって言って、こうなんか名物課長みたいな人が来て、なんか残ってんの偉いねって言って、いや今日中に終わらせたいんでみたいな。そうかそうかみたいな。
ベタだな。そう、名物課長が来てね、それでなんか、でも私も終わったので帰りますって言って、それでなんか先輩がえみたいな顔してる中帰るんですよ。もうこのままではいけないと思って、後輩ちゃんは偉いからこのままではいけないと、私は違うこうアクセルを踏んでしまうかもしれないということで帰るんですよ。荷物お先失礼しますって言って、そうだから始まらないの実は。でやっぱり外雨なんでしょ。そう外は雨、それで外は雨にしよう。でちょっともうなんでこんなずるい人なんだ、好きになっちゃったんだろうって言って泣きながら濡れて帰るんです。そういうこと、そういうことです。そう、そこまでで第1話。でも今までの2人ではなくなってしまう。そういうこと、そういうことなんですよきっとね。そうで、なんかすいませんって LINE 送る、なんかごめんなさい変なこと言っちゃってみたいな、もう LINE 送るんです。何事もなかったかのようにね、次の日出勤してみたいな。これが第1話です。エンディング曲決めてください。いやそれは NGT の曲でいこうよ。 NGT 僕の涙は流れない、ずっと瞳の中で愛を語ることもなく君を思い出してる。どうですかこれ。トゥートゥートゥルルルトゥ、エンディング良すぎるだろ。エンディング曲でスタッフロール流れてる中、その LINE 送ってるシーンなんですよ。家でこうお風呂、そう濡れちゃったからね、お風呂上がって髪の毛こうやって拭きながら LINE をこうやって送ってるシーンなんです。いいでしょ、ね、あキスしちゃったじゃんみたいな。そう、それで1話終わり。LINE 送る自体あざとい。あーそうかな。これ最終回クリスマス前後のやつやん。そうだよ。奥さんにバレるのが第3話あたりかな。いや奥さんにバレるのは4話ぐらいですね。はい、バレます。
奥さん役誰がいいかな。マリナでしょ。マリナだよ。どういうことこれ。いやマリナがいいな。そんな敵役ないでしょ。ナイスキャスティング。主人公の後輩ちゃんは日向ですよ。はい、イメージできる。メガネは斉藤。うわー最高だー。私斉藤匠さん好きなんですよね。食べ終わった。リカは、リカの役は、あの会社でいつもイチャついてるあの新人の OL 役。違うかなのに彼氏のところまで来て、でその彼氏がその日向の後輩ちゃんね、の主人公たちがいるオフィスに行ってたまに来るみたいな。ダーリン、お弁当作ってきたよって でもそしたら9話ぐらいでそこのカップルの私が浮気してたっていうのがバレるっていう。裏にもそういうドラマがあったっていうのを出す。誰も他界しない話にしてる。いやいや、これさ、あの私のただの妄想であって現実にはならないですから大丈夫ですよ。
でもさ、なんかそういうさドロドロ系のってやらないじゃないですか、あのアイドルは。48のドラマでも学園ものみたいの多かったじゃないですか。だってやっぱドロドロ系がいいですよね。脚本に書いちゃう、脚本ね、確かに。私何時から始めましたっけこれ、こんな話ずっとしてたんだ、やば、もっとするべき話たくさんあったのに。あ、そう、私 LINE ブログ書いたのにね、なんか謎になんか公開設定があれになってて公開されてなくて、えっと思ったら、なんか挙句の果てにはログインされてませんになって、ログインするところからになっちゃって、ちょっとあのもう一回書くのでもうしばらくお待ちください。18時51分から始めて1時間ぐらい経ったのか。そうだよね、私はあなたについて TikTok に投稿しました。多くの人、特にマレーシア人はそれが好きです。 TikTok が好きってこと？ありがとうございます。見ておきますね、後で。体感3分なんだけど、いや私も体感3分だよ。こんななんかメガネの既婚者の話でなんか1時間も経ってると思わなくて、今絶望に打ちひしがれそうになってる。今日は1時間だけなの。いや、できるよ全然。だってこれのためにメイクしたし。あ、そうだ、私ちょっとご飯混ぜてくるね。ちょっと忘れてた、完全に。ご飯炊けたよ。混ぜご飯、うん、栗ご飯。秋なので栗ご飯を作ったんです。で、味大丈夫かなと思って味見してなかったから見てきたら美味しかった。そう、冷凍しようと思って余ってたお米全部
全部ジャーって入れたらすごい量になってて、今すごいちょっとびっくりした。食べたいな、あーんで、そうですか。でもちっちゃい「あ」から「ん」に行くとなんか車が通り過ぎたみたいになるから「うーん」ってなるから、あんまりこうちっちゃい「あ」にしない方がいいんじゃない、文章的に。家庭科語じゃ、いやいや、あの、え、私福祉の学校にいたんですよ。だから読み聞かせとかも検定があったし、調理検定もやったし、調理検定、衣服検定、なんとか検定、全部あの何級持ってないとこれ受けれませんみたいな試験もあって、だから人並みぐらいにはできますよ。看護師さん、うん、私が目指してたのは保育士です。だからボタンもつけれるし、シミもちょっとしたシミなら落とせるし、だから嫁に向いてると思います。いかがですか。ボタンつけるの簡単だよ。抽選ですか、審査ですか。先着です。先着。先着はやばいよ。じゃあ俺です、はい。わいはーい。今ので早かったのは、治療かな。一番最初にじゃあ俺がって言ったのは治療だったからな。阻止。俺っちはわらわら、いやさ、わらわらと
さ、その W の意味一緒なの気づいてんのかなこの人。あの俺っちはないです、すいませんが、はい、ガチ泣き。ちょっと待った、ただただだ、焦ってアプリ落ちた。でもチーリョはあゆ太郎のことが好きだからちょっと、再選出。チーリョはあゆ太郎のことが好きだから、てかあの浮気する人無理なので、なんでそうなったんや。私はリカちゃん一筋です。そうだよね、ミクちゃんはね、そうだよ、月ね、ミクちゃんさん。あれ送ってくれたでしょ、メイちゃんのパーカー、それについてた手紙分厚すぎて笑ったもんね私。え、何枚やんのこれ。ちょっとした教科書ぐらいの分厚さだったからびっくりしたわ。さすがに、さすがだなと思って、おーって枚数おーってなっちゃった。送った、届いたよ、ありがとうね。読んだ読んだ、ピン線全部使っちゃった、やばすぎる。やばすぎる。でも全部読んだよ私。お手紙書けるのすごい。エプリンもくれたじゃんこの間の手紙。でも私一番すごい手紙は2枚ね入ってて、1枚目には何も書いてなかったんです。であれ白紙かなと思ってペラってめくったら、こう白い便箋のど真ん中に結婚してだけ書いてあって、ドッキリ大成功って感じだった。あれでも足りなかったもん。いやすごいね、伝わった、みくちゃんのちゃんと愛が伝わったけど、てってれーすごいよね、あの手紙来てからも結構何でもいけるようになったっていう。何回振られたってリカちゃんは好き、何遍経ったってリカちゃんは大切だから応援するね。あ、ありがとうございます。本当に分かんないの、この人言ってること何か。もう本当に分かんない、分かんないから分かることを諦めたの。ありがとうございます。リクソーヤさんでしょ、おもろいよ、お話し会もリカちゃんって言われて、はいって言ったら、元気、頑張ってるよねリカちゃん、いや聞こえてるよっていう。だからなんかほんと一人で喋らせといた方がおもろいから、私が何言っても無視してくるから、もう一人で喋らしとく。リクソーヤさんは、ああ、そうそうね、やったー、ありがとうって言って。
ナチュラルな人なの？いや人ではあると思う。どういうこと？ナチュラルな人以外にな、どういうこと？人亜種ってこと？ナチュラルな人以外にこの世に存在してたらちょっと怖いんだけれども、ナチュラルな人なのっていう質問がおもろくない？まずナチュラルな人だよ。一応一応人ではあると思う。人科の人だとは思う。よくわかんない感じではあるんだけど、結構一応ナチュラルに人だと思うよ。ご迷惑かな、おかけしてしまいびっくりびっくり、本当に申し訳ない、わらわら。全然反省してないじゃん。え、そうでしょ。途中のびっくりマークいらないと思うよ、その文章に関しては。わらとんねん。いや本当におもろい、おもろい人ばっかり、おもろい人ばっかりなんですよね。あ、ちょっと待って、電話来てるかも。一瞬止めてもいい？あ、ちょっと、あ、かけ直さなきゃいけない人っぽいから、ちょっと一回かけ直すから、ちょっと待ってて。ランキング読むね、一応。消えたら怖いから。7位ゆうきさん、6位が植松さん、5位がステラさん、4位が賢章さん、3位がホッカーさん、2位が堀巻さん、1位がハリーさんです。ハリーの道楽さん、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとすぐ戻ってくるのでお待ちください。ごめんね。